はい、おはようございます。おはようございます。今日は何で呼ばれたんでしょうか。わかりません。不祥事したの。いや、わかんない。してない。かろじて言うならちょっと配信できてないです、自分が。忙しいか。そうですね。違う。というわけでですね、はい、いい加減ユニフォームを作りました。このツンツル店とおさらば。まあね、スポンサー様がいらっしゃるのに手が来て、でもこれあれですよね、歴代ユニフォームとして語り継がれていくんでしょ。そう初期ロット初期ロットそことか飾られてる、こうやって額に。え、ほんと？もうできたの？デザインかと思ってたけど、今チェックが見えてる。おしゃれです、色が見えた。知らんかった。うちらもついになんかお金かけてもらえるようになった。かわいいのがいい。嬉しい。ちゃんとオリジナルなんだ。本当に。でも出てくるまでは信用できない。これ予備のやつから。予備？あ、すごい。はい、予備。すごい。かわいい。待って、でもさ、ちょっと体操着ないよ。え、でもね、分厚いよ。え、これプリントだよ。2人で喜びようよ。分厚い。ちゃんとスポーツ用品の生地ですね。はい、プリントがね。すごい。え、これ洗濯しても取れないかな。はい、取れないです。取れないです。気になる方はネットに入れて洗濯機持ち込んでくださいね。あれ、あれ外見も一応ね。え、待って、見た目変わらんけど、持ってるよ。いや、もういらないよ。いらないと思うじゃん。ほら、うわーさっき出さなった、やだ。おしゃれなの登場してたんだけど。待って待て、今まで持ってるやつにつければいいやん。なんという経費の無駄遣い。ズボン一緒。あ、でも違うよ、素材。あのね、一緒でしょ。ちょっと素材良くなってるはずなんだ。ちょっと違うよ。ちょっと違う。ちょっと違うよ、これ。ここに印刷でいいじゃん。ちょっと可愛いの想像しちゃってた。私もだよ、ちょっとね、今図工だよね。図工ですね。図工ですよ。ゼロイチのいつもお世話になってるスタイリストさんにデザイン頼むって聞いたよ。はい、頼みました。あ、でも違う。デザインかぜ、これデザインじゃないんだよね。昔だって中学校のジャージとかここに刺繍で名前あったっしょ。あったけどさ。あった。あったでしょ。すごい目立つ。入ってましたよ。いや、一緒ないよね。カエのジャージぐらいなんよね。中がさ、中が中誰から行こうかね。え、なにこれ違うの。これはこれは何。あ、じゃあ森かほさんからだな。え、なに一人で。え、なにこれ。これ森かほ。え、なんか、ちなみにパタンナーさんにお願いしたのは、森かほは可愛くしてやってくれって。はあ、可愛いが多分さ、こうなりました。パタンナーさんちょっと笑ったと思う。ちょっと笑いながらやったと思う。大丈夫だけど、可愛くとはってなってる。個性。まあまあでも、でもいいじゃん。まあまあ嬉しい。イメージからピンク。でもなんかほらやっぱさ、袖もさ、パフスリーブじゃん。してみたいですね、はい。可愛い可愛い。ありがとうございます。さあ次誰にしようかね。なんかこれいい。なんか、その通りなんですけど、青みはセクシー。かわいい、かわいい。これブルマとか入って匂うやつですよ。ブルマだよ、これ。ブルマ作る？初期あったからね、一応最初。意外に手間がかかるようになってしまった。短パンでもいいかもね。確かに首の開きも違うんですよ。あ、ほんとだ。ほんとだ。青みさんのやつは。え、でも目は目はもうこっちのイメージ。あ、え、え、え、どうなってる。なんかついてる、なんかついてる。何それ。どうなってんのそれ。フードがついてます。え、かわいい。かわいい。いいな。ちゃんのいいな。いいな。めちゃくちゃ可愛い。え、可愛い。で、フードも着脱式です。おしゃれじゃん。すごい。おしゃれ。おしゃれ。すごい。ありがとうございます。あの、いつもの衣装さんたちが。はい、感謝じゃん。お礼言わなきゃ。可愛い。フードは可愛い。なんかやんちゃっぽい。フードは可愛い。ちょっとやんちゃ。最後ですね。え、待って待って。え、あ、収集がついてる。可愛い。え、いいの。可愛い。なんかキラキラしてる。え、めっちゃ可愛いじゃないですか。ギャルです。ギャル可愛い。ギャルです。これも作ったの。腕につけるなり頭につけるなり。はい、ギャルです。そうだね。
いいじゃん。なんかついてる。めっちゃ可愛いじゃない。キラキラ。折ってあるのいいな。ギャル、ギャルレース。そう、ギャル。おしゃれ。ラメですよ、やっぱラメ。え、嬉しいよ、すごい。一目合は短いんだね。短いっすね。いいじゃん、めっちゃ。ポンポン冷えますね。でも、アーミンさんの方が首元開いてるんですよ。やっぱちょっとセクシーなんですよ。そうだー。ビール系を、緑ね。ね、これおしゃれ。この緑、かわいい。でも、これなら外出てもロケしててもさ、あ、ロケしてるんだなって思える。確かに、確かに。これまでただのジャージの人が歩いてるじゃん。これがツボ。でもこれ習ったらめっちゃ可愛いでよ。確かに、確かに。いいじゃん、アイドルみたい。着替えてください。はい。アイドルじゃん、うちら。はい、テライブを着替えました。ゲーム部イエーイ。思ったよりすごく嬉しんでる。あれ、うん、嬉しんでる。目は似合うな。めっちゃ似合ってる。これがいい味出てません。このギャル。おや、みなさん、すごい、なんかアイドルみたい。いける、もしかして。いや、これじゃちょっと、え、アイドルの練習着一変したね。え、しかもなんかこうちゃんとイメージカラーが入ったから、良き、良きですね。私黄色大好きなのよ。いいね、元気が出る色だから。いや、何も言わないで思いますね。思います、思います。すごい似合ってるの、面白い。でもピンクあんまりなんて担当で。でも今日さ、ピンクメイクだし、すごいちょうど合ってる。似合ってる。赤ちゃんっぽい。やった、嬉しいです。うん、冷やさないように頑張りましょう。冬場はちょっと、夏はいいんですけどね。めっちゃ似合ってますよ。いいですね、今日。イエーイ。まあ、とりあえずユニフォームが揃ったってことでね、はい、次の目標は何にしようかなっていう、なんか一つずつね、しっかりクリアしていこう。いいですね、一個階段を上がったと。ユニフォームが欲しいって言ってましたもんね。どうしましょうだろうね。エンディング撮りたいですね。あ、そうだ、オープニング。いいこと言った。どんな感じがいい。エンディング、ほら、走る、土手を、いいこと。までカスタムやりたいっすけどね。01ゲーム部カスタム大会、ちょいちょいやっぱ見てくれてる人も増えてきたし、集まれば。あとね、最近やっぱさ、なんか意外とウラドルさん結構やってるイメージあるんですよね、エーペックスとか。うん、みんなやってる、みんなやってる。その女子だけの、いい、女子祭り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 、エペ祭りみたいな。女子祭り、結構挙動おかしい人じゃないか。エペ祭りみたいな、女子祭り。趣味が出そうだね。我々のもう力を振り絞って人を集め、多分いけると思うよ。いきますかね、うん、頑張った。人が人を呼ぶんで。そう、人が人を呼ぶんで、はい、女の子限定。女の子限定。俺、物質欲しいとかそういう話かなと思って。あ、物質は欲しい。忘れてた。でも忘れてたけどさ、物質 あったやつはどうなったんですか。いや、環境が整ってないからちゃんとした環境なのかなと思ってたんだけど、そうなったら、まあ、ちゃんとね、物質として成り立つような一部屋ってこと。パソコンもあって、ニューロ光で。もっときっとできる環境あるじゃんね。まあ、例えばみんなでアーモアスやりますとかさ、うんうん、そういうのできたらいいんだけど、いかんせんできない環境が。確かに。しかもね、物質があればみんなで集まって、みんな一気に映しながらゲームもできる。そうから、ね、オフライン対戦でこうやってる姿をね、配信したりとかできますね。まあでも人数ね、アンマスとかやるにはやっぱね、10人とかいるじゃん。桃鉄できますよ、耐久配信も。物質があれば食っても寝ても大丈夫、寝てる時も配信回しておくよ。そういうしんどいのは何もビビんじゃないからやめようよ。そうね、編集がもう地獄なんで。確かに。え、じゃあ生配信ですよ。生配信ですよ。桃鉄100年。すごい辛いこと言うじゃん。終電じゃ終わんない。終電は終わんないです。ちゃんと参加で。オフラインイベントもやってるじゃないですか。やりたい。前のゲームで行ったところのカフェをお借りして行きたいし、カードゲームもしたくないですか。したい、したい。まあ、ポケカブみたいなのが3人いるから。いや、別にデジモンでもいいんですよ。私教えてもらうかい。デジモンね。デジモン見てるね。見てるね。デッキ借りればいいんだ。参加しない人一人出てきたけど。遊戯王世代。遊戯王でもいいですよ。私始めましょうよ。みんなで遊戯王始めるよ。俺のターン。ずっと俺のターン。いろんな、もちろんゲームも開拓していきたいですもんね。そう、いろんなゲームのジャンルも開拓していきたい。なんかありますか、これ。個人の目標だと、エイペックスで1000ダメを出したいかなってところです。いいね。超個人の目標。あ、私もハンマー欲しい。わかる。
みんなでロケも行きたいですし、はい、あ、行きたいです、ロケ大阪にもさ、言ってた、ずっと言ってるよね、みやずっと私が、行きたいしあの、1万人登録者数行ったら大阪に行って USJ はマリオ、あ、マリオ好きだよ。マリオ何やってるの？今やってない。やってないんだ。マリパ出るじゃん、でもマリパ 3D マリオ 3D やってから言って。え、持ってる持ってる、あの 3D マリオ。昔からマリオはやってるよ。知ってる名前が分かんない。マリオやりたいですね。今は旬だし。今は旬か。今は旬。マリオの USJ のマリオのあれが。秘密だぞ USJ。え、秘密だぞ。それこそみんなですね。みんなで USJ みたいなロケも行っていいと思いますし。ただね、本当大変なこと言っていい。はい。4人分、なんなら俺入れて5人分の交通費とかホテル代とか全部かかってる。うわ、稼ぎたいです。目標稼ぎたい。ゼロ一ゲーム部で。頑張って稼ぎましょう。でもさ、もこれだったら増えるんじゃない？ちょっとみんなでこれぐらい投げ銭増えちゃう。頑張ってる。投げ銭増えちゃう。まだ増えている。再生回数と投げ銭と増えてほしい。あ、もうコラボの動画を私はやってみたい。あ、コラボもいいね。どういうコラボ？コーチングとかもだし、ゲーム好きな他のなんかタレントさんとかにも、芸人さんとかにも多いし、コラボはいいですね。なんかいろんな方とコラボしたいですね。面白そう。面白そう。まあ、とりあえず新しいインフォームもできたので、新規行ってまた頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、皆さん今後も応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。